こっちでまた適当に、はい、皆さんこんにちはですね、今日は2019年の9月の21日土曜日ですね、予定より15分ぐらい時間遅れましたけど第23回目のネット勉強会を始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマはですね、日韓関係をこれほど悪化させたのは一体誰なのかというテーマです。最初簡単にですね、パネラーの方々に自己紹介を兼ねて、一言お願いします。それじゃあ大津さん。はい、皆さんこんにちは。毎月1回の猫勉強会に参加してます大津恵子と申します。職種は理学療法士で医療系のリハビリの仕事を、今でも若干やっております。憲法25条に基づいた基本的な人権が守られる生活っていうのをまずは大切にしながら全体を見ていこうと思っております。よろしくお願いします。はい、じゃあ私天野元康と申します。金融の観点からお金の発行権の観点から政治経済を 分析して、ブログとか動画とか本などで発表してます。よろしくお願いします。はい、はい、この会場になっている編集工房サクというこの小さな主催代表をやっております西村隆です。後でまたありますが今日は日韓関係の中で問題になっていることの、特に歴史的な背景と近代150年の中での朝鮮の植民地の位置ということについて主に喋りたいと思います。私は山崎康彦と申します。まあ、自称ですね、ネットジャーナリスト市民革命家というふうに自分では言っています。毎日月曜日から金曜まで、夜の9時頃から約1時間か1時間半ですね、ワイワイニュースライブというネットテレビ報道番組をもう7年以上やってますね。そして翌日メインテーマを、まあ、ブログ化して配信するということで、まあ放送とそれからブログのアクセス数等々でおそらく毎日 2,3 千人が、視聴あるいはブログを読まれているということです。最近では YouTube がすごいですね。あ、 YouTube すごいですよね。1万とか、ね、あれがすごかったですよ。小泉進次郎が、滝川クリステル結婚したっていう、結婚して首相官邸で記者会見したじゃないですか。で、あれに対して、騙されてはいけないよと、小泉進次郎の正体が、結局ジャパンハンドラーズの工作員だよというあれを、YouTube で配信したら現時点で3万3千ですよ。すごいですね。ということで、まあ、テーマに よるんですけど、大体1000人以上は確実に、YouTube すごいですね。ということです。今日のテーマはまさに今吹き荒れているファシズムそのものの韓国叩きというテーマですので、まあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃあ簡単に、まあ、私から10分とか20分ぐらい、今回のテーマをですね、提起するという問題提起をするということなんですけど、現在の、まあ、私テレビを見てないんで、テレビで、ワイドショーがすごいらしいですね。煽って、ワイドショーだけじゃないんですよね。もう9時とか10時のニュースでもニュースでもやってるんですよ。ということで、そして、例えば私のニュース番組に取り上げたんですけど、日経新聞がですね、韓国でのいわゆるこの、
一連の韓国たたき、一番最初は半導体とディスプレイに必須な3つの、材料を日本がかなり独占的に供給する、うん、供給している3つを急に輸出規制するということで、韓国の半導体ディスプレイメーカーにとっては大きな打撃になったんですけど、それに対する、まあ、反対運動が韓国の市民運動が急速に広がったという中で、集会のですね、写真を、日経新聞が出したんですね。で、まあ、ハングル文字で反安倍って書いたんですけど、反安倍と言わないで反日反日っていうね、ことを言ってるわけですよ。意図的にこれは日経新聞の、東京じゃなくて特派員が書いてあるんですよ、記事ですよ。だから当然ハングル文字で反安倍っていうのは分かってるんだけど、うん、写真の下に反日運動が盛り上がる韓国みたいなね、うん、これ自体が全くでっち上げじゃないかと、うん、何なんだと、あの日経新聞はとこういうことを取り上げたんですけど、うん、まさにそういうことでいわゆる情報操作、うん、韓国叩きあるいは嫌韓感情を煽ると、うん、そして、いわゆる北朝鮮を叩いたのと全く同じで、拉致問題を解決するということでですね、安倍は登場して、北朝鮮に対する北朝鮮、感情を煽るということで、まあ、内閣の人気を上げたというのと全く同じで、嫌韓感情、韓国叩きによって安倍内閣の支持を集めるという、まさにファシストですよね。そのやり方が根本的な原因であるというふうに私は思ってですね。で、もともとこの問題の発端というのは1965年に、日本と韓国が結んだ日韓、いわゆる請求権問題、請求権協定というものがあって、そこで、まあ、5億ドルを、1910年以降の10年以来の日本による、まあ、朝鮮侵略ですよね、に対する賠償金として支払うということで、その協定の中で安倍内閣の方は全ての賠償問題は個人の請求権を含めて、解決したんだと、うん、いうことを言ってるんですけど、実際は違うんですね、うん、その協定の中でも個人の請求権というのは権利として保留されてるんですよね。でそれに基づいて、去年の10月ですか、いわゆる新日鉄に対して、4人の強制、徴工されたという韓国の市民が、賠償請求の民事訴訟を起こして、その最高裁判決が出たんですね。それで結局新日鉄に対して、1人当たり1000万円1億ウォンぐらいの賠償金を支払えという、まあ、当然の判決が出たんですけど、それに噛みついたのが安倍なんですね。でなぜかというと、この1965年の日韓、地位協定、日韓の保障問題の協定をですね、実際に切り盛りしたのは彼の尊敬する岸信介だったんですよ、うん、そして相手はパク・ヒョンヒ、パク・クネの父親ということで、岸とそれからパク・ヒョンヒっていうのはもう、岸は満州帝国の実質的な首相ですからね。そしてパク・ヒョンヒは満州の陸軍大学のエリートで、日本の陸軍大学にも士官学校にも留学して卒業したというズブズブの関係なんですよね。でそういう背景があるから、安倍にとっては要するに自分の尊敬するおじいちゃんがうまくまとめたものに対して、なんで韓国のムンジェイン政権、韓国の最高裁は蒸し返すのかと
いう市場が非常にあるんですよね。まあそういうことで、その背景、そして今日本ただそこのあれですよね、その協定のところで個人請求権消滅してないっていうのは、そうですよ、それはもう日本政府も認めてるわけですから、認めてるんですよ、別にその協定を否定してるわけじゃないんですよ、そう、その協定の範囲内で今回その請求をして認められたということなんであって、それはだからだから ね、もう一ついわゆる一国の独立した最高裁判所の判決に対して他国の政府が判決内容がおかしいというクレームは三権分立の立場からは言えないですよね。だって韓国の政府がね、新日鉄に対して、強制的に賠償金を支払いというムン・ジェイン大統領の方で、賠償命令を出したんじゃなくて、韓国の最高裁が出したあれでしょ。だから日本の最高裁が判決を出して、その内容が不満だから、例えばトランプがねクレームするとか、あるいはムン・ジェイン大統領がクレームして、で、貿易上の不利益なことをやるというのと全く同じことで、国の主権とそれから三権分立の原則を全く逸脱していると、そうですね、基本問題はそこなんですよね。だからこの徴用問題っていうのは、まあ、これ高畑のね、その記事で売ってるんですけど、はい、その市委員長に韓国の共同新聞っていうのがインタビューをしたんですよね、で徴用工問題について、まあどういうふうに市さんがその市委員長がインタビューで言ってるかというと、まあ、今回の日韓関係のね悪化の問題、その徴用問題がきっかけになってるわけですから、日本政府は徴用問題は1965年の日韓請求権協定で解決済みだというが、被害者の個人請求権は消滅していない、そう、日本政府もこの点を認めている、日本の最高裁判所も2007年中国の強制連行被害者の裁判で個人請求権が実態的に消滅したものではないとして、石松建設が和解して賠償金を支払った、中国にできたことがなぜ韓国にはできないのか、日韓の政府と最高裁判所が個人請求権は消滅してないということで一致している、これを重視して民間訴訟を政治問題に拡大せず被害者の尊厳と名誉を回復する措置を取らなければならないというふうに、まあ、市委員長は言ってるわけですけども、まあ、この意見は正論ですよね。正論ですよ。でなんで中国で認めて韓国には認めないのか、二重基準なんで、それは安倍晋三首相が中国に対する態度と、韓国に対する態度と、基本的に彼の中での、その、なんていうんですかね、中国は上から目線、韓国に対して、そういうのが基本にあるんじゃないかというふうに思いますね。でね、結局、まあ、ちょっと、じゃあなんでその安倍政権が今、その韓国叩きをやるのかということなんですけど、まあ、この徴用問題 の、 その判決がそうなんですけども、それとあとね、その文政権がこう今、アメリカから少し離れようとしているっていうのが背景にあるっていう、だから、まあ、夕刊婦人とか、その親米派の新聞にもはっきり書いてあるんだけど、文政権っていうのは反米、離米であって、ね、アメリカから離れようとしてると、で、まあ、ロシアとか中国とかと関係を深めようとしてるんだっていうことが親米派の新聞にもはっきり書いてあるわけですよ。でそういう政権に対してやっぱ圧力をかける必要があって、でそれにまさに今回の徴用問題および安倍政権が利用されてるんだろうって私は考えてますね。だからその日本のマスコミが一斉に総動員して韓国というのを叩く、文政権を叩くというのは、これ安倍政権だけの思惑ではできないんですよ。やっぱアメリカのその、はい、アメリカの号令が OK があって初めてできることだと私は思いますので、まあそれはじゃあなんでそういうふうな号令がかかるのかというと、文政権が
アメリカから離れようとしている、距離を置こうとしている、そういうことに対する圧力っていうのを、だからアメリカと日本の思惑が一致したので、今回そういう形で総動員してやっている。なるほど。っていうふうに私は考えています。はい。みすみさんはどうですか？まず、1965年の日韓請求権交渉の上で、締結されたのは国家間の外交保護権に関する請求自体の締結であって、個人の請求権自体は消滅してないということは、党の政府、外務省のですね、柳井条約局長が書いてあるんですが、1991年の8月27日の参議院予算委員会で、日韓請求権交渉に関わる柳井条約局長の答弁、この中にあって、協定によって発行されたのは国家の外交保護権であり、個人の請求権自体は協定によっても消滅することはない。先ほど来、政府自身もそれを言ってるんだというのが、このことなんですね、一番大きいのは。91年のこの外務省の柳井条約局長の言葉なんですね。で、これが明確に示しているわけです。それを言ったことがないかのように振る舞って、今回の日韓の問題を意識的にですね、不可逆的な解決を、つまり個人の人権救済も含めて、65年の日韓請求権で全部解決済みだとしているわけですよね。で、これは徴用工判決を直接的にきっかけとしていますが、もっと大きいのは、やはり、いわゆる従軍慰安婦という言われている軍隊慰安婦の、ね、問題、特に朝鮮人としてですね、強制的に性奴隷にさせられた人たちが20万人以上いるんですよね。その人たちがどういう運命をたどったのか、韓国はご存じの通りですね、儒教の国ですから、日本兵に体を売って、ね、売ってっていうのは強制的に 誤解なんですけれど、それと交わったことについて、たとえそれが屈辱的な処遇であったとしても故郷に帰れないね、汚れた女というふうにレッテルを貼られてしまった。そして告発できない、戦争中亡くなったいわゆる軍隊慰安婦として入れられる方は数えきれないです。全部その記録は実際ないんですけど、多くの人たちがそこで死んでるんですよね。で、かろうじて幸いにして生きながらえた人でも、故郷に自分が軍隊慰安婦として日本軍に強制的に性行為を強制された、そういうことを隠してですね、生きざるを得ないということが一番大きな問題。私は徴用工の問題というよりも、ここが最大の問題。なぜかといえば、今度の愛知ビエンナーレのですね、表現の不自由展その後の中止問題についても、河村隆という名古屋市長がね、とんでもないですよね。税金でやってるのに、こんな不適正なことをやったらダメだということを言っています。ちなみに、名古屋市は、南京大虐殺の行われた南京と姉妹都市なんですね。名古屋と南京は姉妹都市。それを知ってか知らずか、意識的に無視してやっているということです。それから、エピソード的に語るならば、つい最近、今度の内閣改造によって、防衛大臣になった河野太郎という、当初、内閣に入る前が自民党唯一の反原発、議員としてですね、それなりの名前を知られたんですが、おじいさん、それからお父さんとは違って、今や安倍政権の完全な先兵とかしていた。それが彼が外務大臣に言った言葉ですよね。この大本院の判決で、それに従って日韓、韓国が今日までやってきたことについて、確かに呼びつけてね、無礼じゃねえかと、失礼だというようなことを怒鳴りつけたことがあるんですね。まあ、そういうことをはじめとして、河野外務大臣というのが
真っ先にこれやってると。もちろん安倍のを忖度してやってることは間違いないんですけれども、そういうことですね。ちょっとここで。この徴用工問題の徴用工っていう言葉は日本側で、日本側の言葉なんですよね。徴用工じゃなくて正確に言えば強制労働被害者なんですよ。だから従軍慰安婦もいわゆる強制的な性労で性労働被害者ということなんで、僕は徴用工という言葉は一方的なね言葉で、なんか徴用されて労働をしてたという意味合いなんだけど、実際はもう強制労働でしょ。で警察権力等々使って、もう狩るわけですよね。そして、騙して、日本の炭鉱とか企業にもうタコ部屋でほとんど奴隷状態のまんま1日20時間ぐらい働かされるというまさに強制労働被害者なんですね。でその典型が偉そうな顔して、ずっといる麻生太郎の元の麻生財閥っていうのが、今はなんか地方の財閥の顔してますけど、その原資は一体どこから来るのかというと麻生炭鉱なんですね。麻生炭鉱で1万から1万5千人の朝鮮から強制的に借り出されて、タコ部屋同様の奴隷労働させられた朝鮮の、すごいですよ、1万から1万5千人ですよ。彼らがもうほとんどタコ部屋の状態で食うものも食わず、そして反抗するともう滅頭死されて殺されて、無縁仏として葬られるという状態の中で、蓄積した財産が麻生財閥の基礎なんですね。で日本のマスコミは一切そのことを言わないと。麻生財閥の生い立ち、どっからが九州の財閥が成り上がったのかということの歴史は日本のマスコミは一切言わないから、麻生太郎が麻生太郎が偉そうな顔してね、ふんぞり返って首相もやり、そして財務大臣をもう何度もやってる、ふざけた野郎なんですよね。で今はその飯塚市っていうのが麻生財閥の大拠点で城下町で、そこではもう天皇みたいな感じでね、麻生が帰郷すると日の丸で迎えるみたいなね、とんでもない状況になってるんです。仕立ての事情が借り出されましたね、お迎えに。飯塚にね、しばらくいたんですよ、就職したて の、 農学部出身の。それで麻生太郎が帰ってくると、帰ってくるので、全く旗振るの、旗は振らなかったことで、とにかくお迎えに借り出されたっていうのが最初の飯塚は。そうそうなんです。飯塚っていうのは福岡県の城下町、企業城下町、企業城下町、炭鉱の町です、ね、そこにだから朝鮮の人の強制連行して徴用して働かせたってことですよね、うん、だから麻生炭鉱っていうのは3つか4つあったんですね、九州に。でね、その徴用工のことに関して、これは精神科医の加山里香さんがね言ってるんですけど、こういうふうに言ってる。亡き父が北海道の釧路市で徴用工の人たちが虐待されているのを目撃し、あの人たちが怒るのも無理もない、到底許すことはできないだろうと言っていたことをツイッターで発信しました、うん、それに嘘つきだというリプライ応答がものすごい数でありました。コメントも何万件とあり、ほとんどが嘘だ、父は嘘つきだというものでした。嘘だと言ってくる人は、事実なら立証しろ、証拠を見せろと言います。父の思い出話ですから証拠なんてありません。
しかし釧路市で徴用工が過酷な労働を強いられ、命を落とす人もたくさんいたことは志士などにも記載されている事実です。日本が朝鮮を侵略し植民地として支配し、朝鮮の人たちを労働力として日本で過酷な労働を強制したことは歴史的事実です。ということで、これね、ちょっと父の思い出、加山里香さんです、精神科医が、あの、ね、言ったわけで、ツイッターでつぶやいたら何万件というコメントがあって、ね、ほとんどが嘘だとかね、いわゆる寝とうよと言われる連中でしょ。そうそうそう。で、彼らは偶然ね、その寝とうよが、あ、いわゆる自分たちの気に食わないツイッターとか SNS でのコメントが入ると、わーっと一斉に数千、数万の単位で妨害するっていうのは単に偶然じゃなくて、もう組織されてるんですよ。どこが組織したかというと、一つは自民党のネット局というね、もう少しネット局というところが、自民党の党友みたいな形で総会も開いてね、ネット右翼を1万人とかなんか組織したんですね。それで自民党は例の小沢一郎が立ち上げた、いわゆる8ヶ月か続かなかった日本新党の連立政権の中で、たった8ヶ月の中で彼は何をしたかというと、野党、二大政党を作るための政党助成金と、それから小選挙区にしちゃったんですね。中選挙区を小選挙にして、そして一人当たり250円の税金を政党助成金として政党に支払うということを河野洋平、自民党総裁と3人で談合して決めちゃったんですよ。8ヶ月の政権の中でやったのが唯一それだけど、そのことの弊害で今自民党は毎年170億円の税金が現金で入ってくるんですよ。同時に企業献金をもらってるプラス企業献金でしょそうすると彼らは潤沢な税金を使って寝とうように金払ってるんですよ、それと自民党と連動して電通が独自にいわゆる SNS の検閲システムを作って、僕らがツイッターとかあるいはフェイスブック等々でやったことを全部見てるんですよ、24時間、まあ、そういった、だからそういった組織的なものと同時に、あと煽られているもの、あとそういうマスコミがすごい攻撃するじゃないですか、それで、あ、それは嘘つきなんだとか、そういうふうに思い込まされちゃった人たちがやっぱやる、ちょっとその反応系のことでよろしいですか、はい、少し話させて。それで徴用工の問題で、まずムン・ジェイン大統領が正月あたりだったと思うんですけど、たまたまちょっと写真撮ってたので、この安倍政権の問題を、その自分たちの国の問題をですね、三権分立に基づいて司法が、大法院ですか、判断している問題に対して、その政府として関与できませんっていうことをたまたま言ったのを写真で撮って、ニュースを撮ってたので、これはちょっと見えないね、遠すぎて見えないです、はい、言ったのを撮ってたので、それで私ここのところ何本か韓国映画を見る機会があって、それでその韓国の民主化闘争の衝撃の実話、1987年ある戦いの真実とか、民主化闘争、それからタクシー運転手っていうので、いわゆる公衆事件の、それからつい最近では、その共犯者たち、スパイネーション自白っていうのを、まあ韓国のそのメディアの一生懸命頑張ってた人たちが追い出されて、ニュースタパっていう新しいのを作ってっていう、そういう流れのドキュメンタリー映画とか見る機会があったのと、これがそうですよね、そして日本のですね、朝日新聞から出た人たちがやっている早稲田クロニクルっていう、ニュースタパに当たるようなものもあって、そこに韓国の現在 の、 その大学の先生として女性の方でメディアを扱っている方のお話とか、まあ、そういう現状を聞く機会もあったんですね。でそういう中で感じたのは、もう30年前その
公衆事件の後、大統領を直接選挙制に、まあ、持ち込んで、そして1980年頃ですか、あの今の憲法が施行、今の韓国の憲法が施行されて、そういうプロセスの中で、民主化闘争の中で韓国の人たちがその現在も築き上げてきて、そして映画産業とか、まあ、いろんな形で一時はあの日本中があの何ですか、あの韓国映画で、すごく冬のソナタでしたが、非常にあの流行って、あの高校生の娘があの韓国で、何を言ったら、まあ、だからそういうね、時代的な流れがあって、現在の韓国の人たちにとって日本の異常性がどういうふうに映るのかなとか、そういうことをすごく考えました。それで異常性のその最たるものが安倍晋三首相そのものなんですね。なぜなら彼は神羅万象を自分に感じて、そのなんていうんですかね、自分があの非常に自己中心的な弱い小さな自我のもとに、それがこのムン・ジェイン大統領が三権分立が あるから言えませんよって言っている内容を全く理解することができずに、自分の感性だけで引っ張っていってしまうし、メディアもそれについていってしまう。その最たる形は戦前の戦前中の大本営発表と全く変わらない中心が今でも存在しているということと、それを それこそ打破できない日本人がネット運用に、まあ、お金使ってね、自分たちの税金でやられてるわけですからね。170億円ですよ。それでその中心人物が今東京都知事やってる小池百合子さんですよ、うん、そういうのの管轄してたの、うん、だからね、そういう現状の中で流れている私たちが、あの大体のことが分かってる人たちがまず非常に少ないっていうことと、それをどういうふうにね広めていく、 SNS でちょっと言ったらもう総叩き状態なんですからあのきちんとした感覚で、でちょっと YouTube で見つけたのがね、あのハグをしようと言って韓国に乗り込んだ青年の、うんうん、まあ、ハグをあのして私はこうですってこう書いてね立ってるんですけど、うん、そういうその交流みたいなのをトライしている、まあ、若者もいると、まあ、いろんな形で山崎さんの放送で反日じゃなくて反安倍だよっていうのが出て、それの絵とかそういうのが少しねこう流れた あたりからちょっと市民と市民の交流みたいなニュースも結構散見されるようになったとか、うん、まあ踏ん張らなきゃいけないところがどこなのかっていうのが大体見えてきたという感じがしておりますね。まあ、ナショナリズム、ね、あのでここの C 委員長もね言ってるんですけど、インタビューでね、反安倍はいいんだけど反日は困るって言ってるわけですよ。それはそうなんですよ。日本に対する反対じゃダメなんですね。だからこちらも韓国に対する反対じゃダメで、あれなんですよ、その政権とか、あとはその政策に対する反対っていうところに落とし込まなきゃいけなくて、その反日とか反韓とかね、そういう国家に対して一括りにして嫌うっていうふうに持ってかれないようにしなきゃダメ。韓国の市民運動っていうのはよっぽど日本の市民運動なんかと比べて進んでるんですね。僕はもう50年ぐらい進んでると思うんですけど、民主化の政治駆動でね、うん、で、当然この安倍政権のその貿易制裁に対して反日的な運動が、出たんですよ、うん、でソウルの、うん、なんか 区の中の区長が先導して、うん、反日のなんか旗を作ってね、うん、それをあの、まま、あの町中に、うん、掲げたということがあったんですけど、うん、それに対して、韓国の市民が違うよと、うん、反日じゃないよと、うん、反安倍だよと言って、うん、その区長のあれを下ろしさせたの、うん、ナショナリズムの煽ることに対して拒否したわけですよ。すごいですよ、うんうん、だから韓国の市民運動のあり方、うん、結局韓国の市民運動が健全で、うん、これがあのパク・クネ、うん、前大統領とそれから、イ・ミョンバク、うん、その前の大統領2人の国家権力犯罪を徹底的に追及して、うん、そして日本
日本のマスコミは全く異なるね、韓国のマスコミがそれを大々的に報道して追及して、そしてこれも日本の野党とは全く違うんですけど、パク・クネ前大統領のいわゆる国会での弾劾訴追決議っていうのをやったんですね。でそれをまあ野党が主導してやったんですけど、野党の国会議員たちはもうそれが党の中でね、もう即やめて街に出て反対活動するという決意をしてやったら、与党の反奈良党の議員含めて、圧倒的多数で、パク・クネ大統領の弾劾訴追決議が国会で通ったんですよ。だから全然違うんですよね、市民の在り方、マスコミの在り方で、野党、国会議員の在り方、そしてそれを受けて、最高裁判所ではなくて韓国には憲法裁判所っていうのがあるんですね。日本にはないですけどね、日本とアメリカとイギリスにはないんですよ。他の国は全部あるんですけど日本にはないんです。で憲法裁判所が国会のパク・クネ前大統領訴追、弾劾決議国会で通ったんだけど、それが憲法に、合ってるかどうかの最終的な判断をしたんですね、うん、そしたら9名の憲法裁判所の判事は全員一致で合法だという決議をして、そしたらパク・クネはもうすぐに大統領権限を剥奪して逮捕され、そして裁判にかけられ、二審かな25年の実刑判決でずっと刑務所に入ってるわけですね。だからこれなんですよ、韓国っていうのはすごい国ですよ。日本が本当ガラパゴスみたいな感じで陸の固定で、韓国はとりあえず権力者を裁きますよね、しっかりと。そうそうそう、日本は誰も権力者を裁けないということです。この間だって東電の経営者が無罪になってるんだ、原発事故。少なくとも日本人は敗戦記念日、終戦記念日と言ってますけれども、その日がね、韓国にとって光が復元する幸福節っていう形をとっているという意味ね、そこのもう日本人もある意味戦争の天皇制から解放された日でもあるわけなんですが、そこの意味自体が全く報道されて、ほとんど報道されてないし、分かんないですよね、うん。それであとちょっとさっき三住さん途中で話してもらったすみません、ごめんなさい、ちょっとすごい資料持って、さっき言ったのは91年の外務省の柳井上局長のね、個人の請求権はないというのは、その背景には国際法の中でこの戦争の責任と、それから個人のですね、人権救済という問題がどのように扱うか。例えばドイツではですね、ナチスの戦争責任というのを国税として見えたということありますが、日本では全くそういうことはないですね。それから人権救済問題には事項がないというのは、例えば中国の問題についてもですね、田中角栄と周恩来が1972年ですか、共同声明がありますが、でこれに対してですね、私自身が関わっているんですけれども、重慶大爆撃という中国侵略の3つの戦争犯罪のうちの1つ、ちなみにあと2つは731部隊でしたですね、それから南京ヤンサン、この3つが一番中国の日本のですね、侵略の中で人道的な意味においても許されないこの最大の戦争犯罪の3つのうちの1つなんですが、これはまあ5年3ヶ月にわたって、現在は直轄市になっている重慶四川省の一部だったわけです。なぜかというと、南京陥落が1937年の12月、12日、8日ですね、8日だったんですが、その後蒋介石がヨス湖をはるか上流の重慶に、首都を移した、うん、いわゆる臨時首都、バイトというんですがね、バイトという、それに対して
陸上からの進出をですね阻む天然の要害、それから揚子江の川沿いの山峡っていうところがありました。かけるだけ急峻なところがありまして、そこを渡れないから、うん、藩校というと漢字の漢字を書く、そこに飛行場を建設して、そこから陸軍海軍の陸港といってね、中型の銃撃爆撃機を山沿いに飛ばしたのが主です。これね、だ市民をターゲットにしたわけでしょ。そうです。でこれがいわゆる無差別爆撃、そうそうそう、軍事目標主義に反する、国際法に反するね、戦争にも例えばリーグハーグ陸戦放棄のようにですね、軍事目標以外のところでの無差別爆撃は禁止と書いてあるわけですが、それに反して、ね、意図的に重慶大爆撃、非戦闘員を狙って、木造家屋の密集している、揚子江と華陵江というところに挟まれたところ。何人ぐらいの犠牲者だったんですか。死者としては中国側の発表による約3万から4万ですが、焼失家屋は10万戸以上ですね。そんなに死んだんだ。はい。でその人たちが生き残った人たちが2006年に個人の被害を日本政府に謝罪と場所を求めて起こした際、まあ、それに関わってきているわけですから、でその過程で結局、なぜそういうことが日本の裁判所であっているのか、必ずですね、先行する南京もそうなんですが、戦争中の行為は政府はその責任を問われない、これは国家無党籍というんですけど、国家無党籍の論理で次々に実施。で現在の重慶裁判一審二審負けてますが、最高裁に上告したんですもう10年以上かかってる、2006年から13年かかってます他のところは出てる。でこれがなぜ我々日本にとっても極めて密接な関係があるかというと、1945年過程沖縄戦のすぐ前にですね、3月とか東京大空襲、B29 の234機が、ルメイですよ、ルメイ、その爆撃機が、あれはもう一瞬にして10万人以上死んでますね、でしかしそのルーツは日本が重慶にあった無差別爆撃を当時重慶にいたルメイ将軍、これがですね見て重慶にいたんです。アメリカは当時中国のに行ってですね、いろんなの軍事援助をしてたんです、で飛行機も提供してきたりして、アメリカの空軍将校がそこにいて援助してきたんです、まあ、ちなみにこの過程で、戦闘機の用語としてゼロ戦が書いてあるんです、でこれが重慶爆撃の副作用です、ゼロ戦の。だからルメイはその重慶爆撃のいわゆる市民無差別殺戮のいわゆる成功体験をまずドレスデン、ドイツのあそこに、それまでは市民じゃなくていわゆる軍事施設だけをターゲットしてるんだけど、彼は重慶爆撃の無差別日本陸海軍の重慶爆撃で無差別に大損害を与えたってことに学んで、彼はまずドレスルメイがやったんですか。ルメイですよ。カーチスルメイですね。カーチスルメイです。出世したんだよ、それで。それでね、まあ、それ日本も残された。そうだよ、それを学んでですね、爆弾の性能から言うとですね、まずその人における抗戦意欲を削ぐためにはそれを支えている人の無垢の民衆というか、軍事目標主義とは全く関係のないそういう人たちを集中的にあえて抗戦意欲を阻止させるためにやるというのが、これが焼夷弾を中心としたですね、開発したんだよね、木造家屋を焼くために。でこれをですね、1945年の3月とかの東京大空襲をはじめとした名古屋各都市、200都市やったんですよね、ルメイは。すごいですよ、100万人殺してんだよ、
でそのことは後にこの焼夷弾をさらに改良を重ねてナパール、戦後弾ナパール弾の、うん、ベトナム戦争のおかげで全部改良してきた。でこのルメイになんとですね、勲章制度航空自衛隊の創設に寄与したって言って勲何等ですか、相当偉い勲章が勲一等じゃない、旭日大将です、うん、それをあげたの誰だと思います、小泉純一郎の父親よ、そういう防衛大臣、ね、それと源田実、うん、まあ、そういうやつがあの結局アメリカだから軍事的にもそのアメリカが徹底的に日本国民を殺して殺戮したやつにわざわざ勲章をあげてるんですよ、うん、でしかもルメイっていうのは戦後例のあのケネディ大統領の時に核戦争寸前まで行ったじゃないですか、うん、その時の核戦略空軍の司令官だった、うん、で彼がケネディ大統領にあのソ連の主要都市200都市を核攻撃すべきだって進言して、うん、それ断ったんだよね、ケネディ、うんうん、そこまで出世してんだよ彼は、うん、だドレスデンで、何ドイツ国民を殺し、うん、で、日本の無差別爆撃で200箇所100万人殺し、うん、そして、戦後、うん、核戦争で全面戦争の引き金を引かせるようにしたっていうね、とんでもないやつが、うん、修正したという。それで話の流れとしてはどうなるんですか。いやだから、あの結論的にはですね、はい、まずその日韓請求権状態っていうのは、うん、政府当番によるとおり個人の請求権が必要にしないって政府自ら言ってるんだよ、うん、いうことに反してね、不可逆的なとか、うん、もう全部解決したんだって言ってるのはデタラメだと言ってるんですよね、この人。それからそもそも戦争行為において、人権救済の歴史を例えばドイツで今話されましたけれど、ナチスドイツのドレスデンにおいてはイギリスとドイツは和解してるんですよね、うん、戦後ね、そのことについてはもともとはそのドレスデン の, その惨状っていうのをやっぱり戦争記念としてあそこあの保存してますから、うん、ドレスデンのついてはね、そういう戦争の過去の惨禍を忘れないということが、各国の平和の礎になるということをやって日本はそうじゃない。日本がやってきたこの例えば重慶爆撃についてもそのやったことは認めるけど戦争中の行為は免罪免責される、国家無投石っていうのはそうです、うん、ちなみに東京大空襲なんかで言うとあの今度は、国民の受任義務とかですね、うん、戦争中だからどんなに被害があっても、うん、その被害を甘んじて受けるべきだ、国民に等しく受ける、うん、つまり東京大空襲だけが被害じゃないよって、戦争ってのはみんなで被害を受けるんだから、とりわけて東京大空襲の被害を特筆して特化して、それは誰が言ってるんですか、そういうふうな誰が、あそれはあの 日本の裁判所が言ってる、裁判所が言ってる、はい、最高裁、最高裁、とんでもないね、最高裁、まあ原爆にしろ何しろね、あの大量無差別虐殺が行われてますからね、だから昭和天皇広人が、まあ、それを訴えることは広人が主導したね、アジア太平洋侵略戦争の戦争責任を一切免罪免責されてると、うん、いうことが異常なんですよね、うん、で天皇の戦争責任のことを言うとまさに非国民みたいな感じでさ、タブー化されてて誰も言わないと、お湯異常な、まあ、それとともに実際に殺したアメリカの原子爆弾の投下とかに対しても誰も言わない、謝罪すら求めることができないですね、あのアメリカ政府さん謝罪してくださいとすら言うことができない。いや一番象徴的なのが2つあって、1つはトルーマン大統領、あの広島と長崎に原爆を落とした最高責任者じゃないですか、うん、ルーズベルトが全部やったり途中で休止して、うん、トルーマンが引き継い で,、うん、でトルーマンが引退した後ね、広島の、いわゆる平和団体の代表団がトルーマンに会いに行ったんですよ、うん、トルーマンなんか記念図書館みたいなところにあって、でトルーマンは最初ゴーゴータル非難さらされるから嫌だと、うん、って断ったんだけど、まあとにかく会ったんですね、
で、その代表団の団長、広島女子なキリスト教圏のさ、うん、学長、元学長らしいんですけど、代表団の彼が、会った途端ですね、ニコニコして、うん、トルーマン大統領、お誕生日おめでとうございますと、うん、いうふうに言って、一切ね、彼に対して、原爆投下の、うん、いわゆる大量殺戮を民間人にしたということに対して、一切ね、非難も謝罪も要求しなかったと、うん、ただニコニコね、うん、握手して帰ってきたというバカなことをやってるんですね。だから二つ目は、広島の平和、原爆記念館の石碑があるわけですよ。でそこに、二度とこのような過ちは繰り返しませんと、ね、正確に言うと、安らかに眠ってください、二度と過ちは繰り返しません。ちょっと挟みますけど、だから責任が一体ね、誰にあんのかってことを一切、隠して、なんかあたかもさ、日本国民が悪かったなと、ね、いうふうなあれを、あれの、元の文章を考えたのが、広島大の別のね、あれですよ、キリスト教大学の学長ですよ、記号。だからもう完全に世論誘導されてる、タブーにされてるんですよ、ね、世論誘導されてる、無意識化されてるんですよ、誰がやったのか、誰に責任があるのかっていうのは、日本は誰にっていうことは、あれは必要な犠牲でも何でもないんだけども、大量無差別虐殺なんだけども、それを批判することはできない。そう、戦後の日本は。それで昭和天皇が1975年かな、初めて訪米して、その直後に帰国した後ね、宮内庁の記者クラブと記者会見したわけ、うん、でその時に、広島原爆に関して、タイムズかなの日本人記者が質問したんですよ。陛下は訪米中、うん、不幸な戦争に関して、感想を述べておられますが、うんうん、広島の原爆投下に対して、どのように思われますかというふうに言ったんですね。そしたら、そんなことを聞かれるとは思ってないんでかなり動揺したわけですよ、昭和天皇。それで彼言ったのは、あの時確かに広島の市民にとっては不幸なことだったけど、戦争中のことでしたから、致し方なかったと彼は言ったんですよ。自分の責任で始めた戦争の中でさ、20万人、長崎で14万人、34万人も殺された責任を一切言わないで、戦争中だったからね、しょうがないと。だからさっき三住さんの言われた最高裁が、そのような最高裁判所が、戦争中だから国民は耐えなくちゃいけないというバカな判決って、みんな同じなんですよ、これ。繋がっちゃったんですよ。そうすると徴用工にも回って全部つながってますよ。それからもう一つね、最近のこと言います。オバマ、トランプの前の、うん、ついこの間、3年前、広島の5月、訪問して、来ましたね。うん、そして、なんか抱擁してたじゃん。まず一つは、必ずアメリカの大統領の核のフットボールっていう、いつまでも核のボタンを押せるやつが、どんな時でもそばにぴったりくっついてる。そうそう、新しいです。核のフットボールって言いますね、うん、これを持っていた一つ。それからそこでですね、追悼というか、広島の原爆犠牲者に対して言った言葉は、1945年の8月6日、空から突然不幸が舞い降りてきたって言うんですよね。アメリカが原爆を落としたってことは一切そんなことない。なんか災害みたいな話だよね。自然災害。自然災害みたいな。台風みたいな。それを残念ながらアメリカの被爆者がとにかく来てくれたのはありがたいっていう、うん、こういうね、その屈辱的なそのことをね、残念ながら、まあ、被爆者自体もそういう、被爆者団体の会長がオバマとさ、はい、抱擁してる写真が出たじゃないですか、うん、で感激してるわけよ、うん、一歩前進っていうことはではあるんですよ、あれはね。完全に今まで無視してきたじゃないですか、アメリカは大統領。まあ、とりあえず来てくれたっていうところで、謝罪しろよって。まあ、それはそうなんですけど、とりあえず前進って意味でやってる。前進じゃないでしょ。うん、いわゆる前進ではないと思います。根本的な問題をオバマが
塗りつぶしたと。まあでもそれ被害者たちのね、あるそれは気持ちっていうのは当然分かっ、なんかオバマがおったとかなんとかって、美談に仕立ててるんだよ。その前だってオバマがさ、ノーベル平和賞もらったっていうさ、まあそれは日本の佐藤栄作がもらったのと同じ。そうそうそう、いや彼は なった瞬間にもらってるわけだからもう出来上がってるんですよ。シナリオが広島に来ることは絶対ありえないですよ。でその前年にね、チェコのプラハでオバマが行った、プラハ演説の中にすでにあるんですよ、アメリカのその、まあ、核兵器を削減すると、そういうことについてね、世界の平和に貢献してるけれども私の生きてる限りは核はなくならないだろうって言ってました。なくすつもりがないということを表明してるわけですよね。だから相変わらず実際オバマっていうのはアフガニスタンから米兵を撤退させるというふうに平和的なね宣言をしたにもかかわらず、実際はドローンを開発して、ドローンで無差別でアフガニスタンあるいはイラクの、市民を大量殺戮してるんですよ彼は。彼はだから彼の下で IS が巨大になって IS に苦戦したのがオバマであって、ね、トランプはそこはまだ良くて、もう IS はやっぱ育てないっていう。大統領がどれぐらいの権限を実際に持ってるの、絶大な権力持ってるんですよ。そこはだからトランプになって変わったことっていうのは IS を支援しなくなったっていうところ。いやでも IS もね、いわゆるこの間の IS、大打撃を受けて解体寸前だというふうに言われてるんじゃないの、うん、でも最近は寸止めされて、うん、IS が再度シリアとかイラクで、大きな勢力になりつつあるということで、そうだから寸止めしてるんですよ。要するに IS を育て、そしてこれまで、武器とか、資金とか等々やってた部隊、いわゆるネオコン戦争派はずっと生きてるんですよ。だからトランプはそのネオコン戦争派に、対抗するような感じで登場したけど、実際はネオコン戦争派の資金援助は続いてると。で北朝鮮もこの間ね、最貧国の北朝鮮がなんで、ミサイルボンボン撃てんのかと、経済制裁されてる中で、もうネオコン戦争派が資金を出してるからですよ。みんなつながってんだよこれ、まあ、いわゆる死の商人ですよね。そうそうじゃね、それであれですか、こう話としては、まあ、だから言ってるのはね、アメリカの原爆投下の責任を問うかっていうのに、ね、私も積極的に関わってるんですよ、はい、これを誰も言わない。でもね、日本に来たキューバ革命で南米で死んだチェ・ゲバラが、ゲバラが言ってるんですよ。それを映画化したものがあります。小田切城ってやつがその主演でゲバラが言ったんですね。ああ、見た、うんうん、ゲバラの若き時のあれでしょ、うん、まあ、日本人がいたんだよね。いや、だから原爆の威力でさっき言った安らかに眠ってください、二度と過ちは繰り返しませんかって日を見て、うん、違うんじゃないと。いや、主語がないね。そうそうそう、日本語主語がないから鋭いよね。主語がない、これ誰の責任を、そうそうそう、責任追及されて、誰が過ちを犯したんだ、だから過ちを繰り返しませんって言ったのは誰なんだということ、だから責任追及しないから、それを過ちは再び繰り返されるんだ。中国新聞の記者がずっとそのゲバラのところを追いかけて、それは中国新聞の記事になってるんですよ、まだ中国新聞の、そこは日本語の弱いところですよね、主語がない。弱いゲバラが、いや、まあまあまあ、わざとやってるんですよ。ゲバラが日本に来て、ここでも確か演説してますよね。だからそのね、そのこと自体が本かなんかなってますか。だから英文でどういうふうになってるか、主語が英語になってれば当然出てくるんじゃない。だから主語はおそらく日本国民になってるんですよ。みんなと そこちょっと調べたい、ね、親同じ過ちは繰り返しませんっていうのは、私たちは We です。 We will not repeat the same error、私たちは私たち日本国民の責任だっていうのは、責任というより私たちは絶対に同じようなこういう悲惨な結果が起こるようなことを起こしちゃいけないっていうふうに
あの、まあ、広島行った時は私はそういうふうに一般的には解釈させられてるんですけど、実際は違いますよ。だって責任者を隠すため、うん、やっぱり米国のあの戦争かといわれた時にポーツダム宣言をね、もう受け入れる意向を示してるのからず、そうだよ、冷戦後の対ソ連との、ね、軍事情勢を見据えて、そしてそれで原爆の使用することを戦後の支配の根幹に据えたんですよ、ね、だから使わなきゃいけなかったのあれ、うん、あれやっぱり投下しなきゃいけない、ね、誰が原爆を落としたのかという最高責任者、これはアメリカになってるけど、うん、実はルーズベルトとチャーチルなんです、うん、この2人が1944年の10月にハイランド協定やったんですね、ハイドパークか、ハイドパーク協定っていう、ハイドパークっていうのはニューヨークの郊外でルーズベルトの私邸があるところ で、ルーズベルトは4選の選挙戦の真っ最中で忙しいところにわざわざチャーチルが来てた、それで密談したと。でハイドパーク協定っていうのを結んだということで、それ自体が秘密協定なんですけど、その中で何言われたかというと、すでに開発されているウラニウム型原爆を日本に落とすと2人で決めたんですよ。ドイツには落とさないと。だから1945年10月というのはもうドイツの敗戦が濃厚で日本も敗れるというのは分かってるんですね。でもせっかく開発した原爆を実際に使いたいということで、それじゃあ日本に使おうということをその2人のハイドパーク協定で決めたと。そしてトルーマンは実行役だった。そうそうそう、決めたことを。だからトルーマンは翌年だから、死んでるから、うん、1950年。ルーズベルトは翌年の4月かなんかに当然、うん、おそらく殺されたと思うんだけど、45年、5年ルーズベルト死んだ。死んだでしょ、トルーマン。その前の1944年の10月にハイドパーク協定というのを結んだと、うん、で結局その段階で日本に原爆投下っていうのはもう決められたっていうね。あそこにそれをかなり詳しく書いた人が原爆と秘密結社という本を書いた木村さん、ディオニシ、ディオニシさん、あアメリカの陸軍将校なんですけど、原爆と秘密結社という本を書いていて、うん、でその秘密結社が決めたんだと。だからまあルーズベルトとチャーチルの背後にいるね。だからイルミナティですよ。そう、国際銀行権力が、鬼塚さんもそれは指摘してイルミナティ。そうそう、だからそういう流れなんで、スターリンもそうだし、決められてたってことです。みんなイルミナティ、ヒトラーもそうだって言われてまあそれはいろいろ意見があるけど、それとね、だからそこまで登らなくちゃいけないっていうことと、それからさっき言った1945年3月10日の九州、あ、空襲、東京大空襲で下町で10万人が一晩で殺されたということなんですけど、不思議なことはなんで、それじゃ皇居をねだれば一発で済まるじゃないですか。そこに天皇がいて、参謀本部の高級将校、将校とか大将とかがいたでしょ、うん、なんで200箇所の空襲をやって100万人の一般国民を殺したにもかかわらず、皇居とそれから周辺は無事だったの。日銀無事だったんです。日銀も日銀無事だった。要するに彼らは1940、ミッドウェー海戦、42年だ、翌年の6月にミッドウェー海戦というのがあったんですよ。そこで日本のいわゆる連合艦隊は空母6艘を持っている中で4艘完全に撃沈されて、で飛行機が300機で将兵3000人失った、大敗北してるんだよね。敗北の、だ本来だったらあの段階で降伏すべきだったんですよ。でも大本営は逆に米艦隊空母2艘撃沈とかさ、嘘ついて真っ赤の嘘ついて、で当時のマスコミもそれを垂れ流して、提灯行列まで、戦勝提灯行列までやったってね。だからそれ以降アメリカはこの戦争は絶対勝つということで、日本の研究をする天皇制とか、あるいは戦後、敗戦後の日本をどういうふうに傀儡政権を打ち立ててね、
効率よく支配するにはどうしたらいいかっていう研究をやったわけ、うん、それでその段階で天皇は生かすと、天皇制は生かすということをもう決めたんですよね。だから本来だったら中枢のあれを下町なんかじゃなくて中枢の皇居を狙って天皇を殺せばさ一発で終わりなわけ。明治宮殿は燃えたんじゃないわ。明治宮殿、あの皇居、皇居は燃えてないです。燃えてないですよ、ね、燃えてないです。松本に太秘宝を、松本じゃない、松城という。じゃあ明治宮殿ってどうしたんですか。松城に明治宮殿、明治天皇からずっと住んでた皇居の建物。だから彼らは今の皇居は新しくなってるでしょ、うん、だから燃えちゃったんじゃないですか。彼らはあれ燃えてない、いわゆる地下深く建て直し、松城、うん、建て直しです。あ、建て直しなんですね。爆撃してないじゃん。意図的にそこは返し、それで、その段階で原爆を落とす候補地として京都から長崎から小倉、うん、広島、うん、この4つを空襲しなかったんだよね、うん、残したんですよ、うん、原爆がどれほどの殺傷効果があるか、そうね、それを試すためには通常の爆弾によって被害を与えるよりもそこは温存して、温存して、あれすいません、ね、明治宮殿に関しては1945年5月25日の空襲で、うん、参謀本部が襲撃され炎上した際、火の粉によって、明治宮殿に類焼し全焼した。だから直接爆撃されたんじゃなくて、それ火が回っちゃったっていう。だから天皇は温存するというのがもうアメリカは決めてたんですよ、うん、直接は爆撃攻撃してないってことですよね。全然してないですよ、うん、その代わりに一般市民が10万人、ね、100万人犠牲になってるっていうさ、うん、そのことに対して誰も言わないじゃないですか、うん、これからね、日本がもう一回政権交代を可能にして、そして日本人の意識をもう少しまともにして、その茹で返るからなんとかこうちゃんとした日本人になっていくためには、そういう過去のことをどのようにきちんとね伝えたらいいのかとか、もうとにかく韓国のことに関しては、私デイサービスに週2日ほど勤めてるので、70代80代90代の、まあ、年配の方たちにね、いろいろちょっとした話の横で出すと、もう韓国に関してはとにかくもう洗脳されきった悪い反応しか出てこないんですよ、うん、昔小沢一郎議員のことを真っ黒って言った人たちと同じ反応なんですね、うんうん、だからもうそういう面できちんとしたところで、私はポイントの一つとして、三権分立が日本は全然できてない上に、トップの安倍晋三が あたかも自分が神様みたいな感性で神羅万象を自分に宿るみたいな状態になってると、で片方は三権分立がきちんとできたところで、その出た方に対しては大統領といえどもそれは言えないとはっきり言ってると、うん、そういう差みたいなものをなんとかきちんと感じてほしいなと思うんですよね。三権分立に関しては、僕ら高校生の時教科書にさ、日本は三権分立 の原則が通って3つの国権がお互いに転生しながら暴走を止めるような制度になってますって大嘘をさ教科書に書いてあって、で僕らは信じてた。つい最近まで三権分立、もう天皇とんでもないですよ。首相の解散権だってそうですよ、教科書まで書いてある。だから三権分立、日本の三権分立は一体何かというと存在しないということ、うん、そしてその代わりに議員内閣制というね、イギリスから来たいわゆる衆議院の過半数をの議席を持った政党の代表者が同時に内閣総理大臣に指名されると、うん、その段階でさ、2つの国権、内閣とそれから国会が一人の人間が自主的に支配、うん、管理するようになっちゃうでしょ。行政立法がね、それから行政と立法、そして憲法、日本国憲法第6条の第2項に天皇の名において首相の助言と承認によって、任命によって最高裁長官を任命するというね、うん、
天皇っていうのは出てくるから天皇が任命するのかと思ったら、あ、内閣総理大臣が任命するんだと、うん、ということは司法も内閣総理大臣が、つまり選挙でね、与党になってしまえば、そう、内閣行政も司法も握れる。じゃあその選挙の時にどうコントロールするかっていうところに、その権力のあのやり方があって、小選挙区制にするとか供託金制度を設けるとか、公職選挙法でね、いろいろ縛りつけるとか、うん、そういう形でとにかく選挙を管理できれば、あと全部管理できるようになるっていう。いや、だからその選挙もね、うん、僕がずっと言ってるように、日本国憲法第7条の第3項に、また天皇の名においてね、うん、内閣総理大臣の承認と助言に従って衆議院を解散するってなるわけよ、うん、そうそうそう、ね、うん、でも憲法第7条っていうのは天皇の国事行為なんだよ、うん、国事行為の文言の中に衆議院を解散するっていうね、国政行為の文言がすり替えられてると、うん、で2条も同じなんですよ、うん、2条も天皇の名において、うん、天皇は国会を召集すると、うん、国会の召集とかさから衆議院の解散っていうのは国事行為なんですか、うん、国政行為でしょ、うん、国政行為の文言の中にこの2つの第2項と第3項だけが、うん、国政行為の文言に巧妙にすり替えられて、それがずっと誰も疑問しないと、最高裁がこれはおかしいと本来言うべきじゃない、うん、そして修正すべきだって言って国会で決議すれば修正になるわけですよ、うん、それがずっと来てて、でそれを盾にして歴代自民党政権っていうのは、衆議院の解散権は7条解散ということで、うん、首相の天下の宝刀ってね、そうそうそう、専権事項であってのを刷り込むわけじゃないですか。そうするとほとんど日本国民、100人中99人がさ、うん、内閣総理大臣が突然記者会見して大義名分をでっち上げて衆議院を解散して総選挙をするってことに対して誰も文句がないと、野党もね、怯えちゃってさ、前回の宝刀を抜くんじゃないかって言って、うん、怯え、今だから問題ね、今言われてるのはその令和新選組が伸びるのを恐れているので山本太郎さんのスキャンダルが発覚してから、じゃあ殿下の冒頭の衆議院解散をやるんじゃないかみたいなこと言われるわけです。自民党の会見草案の中に緊急事態条項って言って、すごい全ファシズム の条項がありますけれども、それと同じところで首相の解散権のことも明記しようとしてますから、はっきり明記したんだよ、うん、そうそうそう、だから内閣総理大臣は衆議院を解散する権利、政治を本格化して、しかも緊急事態条項で永久天皇ですよ、うん、だからね、内閣総理大臣が3つの国権を全部独占して、でかつ衆議院の解散権を自分が持ってるっていうことで、誰も文句言わないと批判しないっていうことで、自分たちに都合のいいね、自民党にとって都合のいい、野党が分裂してるとかさ、野党に金がないっていう野党の足元を見てね、で、勝手な大義名分をでっち上げて突然記者会見して衆議院を解散すると、総選挙すると、で毎回750億ぐらいかかるんですよ、総選挙すると。そうすると勝つの当たり前じゃない、野党が分裂してるんだから。それで戦後70年以上傀儡政党自民党がさ、日本の政治を独占してきたっていう秘密は、彼らがいい政治したからじゃないんですよ。解散権をもう自分たちが持ってるっていうふうに大嘘をついて、そして憲法自体がマッカーサーがその2つの国権、国政の行為そのものの国会の召集と衆議院の解散っていう、これを2条と3条を本来だったらね、本来天皇の国事行為の文言だったら2条は国会の召集を公布するになるわけよ、天皇の国事行為に公示するとか公布するでしょ。で第3項も天皇は衆議院を解散することを公示するとかね、公布する、これは国事行為でしょ。でも国会を召集するとかさ、衆議院を解散するってのは国政行為じゃない、うん、
国政行為っていうのは天皇は憲法第 4条で禁止されてるんですけど、非常に巧妙でさ、で日本の最高裁はそれ一切、憲法違反と言わないと、だから憲法を専門にしてる憲法学者も誰も言わないんだよね、知ってるはずなんだよね。だから、まあ、今回の徴用工問題をね、その韓国の 最高裁がまあこう決めて、それに対して大統領はまあその司法が独立してるからね、こう否定できないんだっていうところを、その日本はそれが理解できないですね。理解できない。今回 その原発の事故で三権分立がない、あの最高裁が東電に対して、東電の経営者に対して無罪だっていうことをまあ言うようなまあ国ですから、その司法と他の行政やない立法が分裂してない状況、まあ、事実上の三権、内閣総理大臣が三権を握っちゃってるって。だからまあテレビでも言ってたのはね、ない、韓国っていうのはあの権力者がしょっちゅう裁かれてとんでもない国だっていうことをワイドショーで言うコメンテーターがいたんですよ。それはめちゃくちゃなんです。逆に言ったらそうじゃないか困るわけです。それが当たり前です。権力犯罪は裁かれなきゃいけないんだけど、だから韓国はダメなんだみたいな言い方をしてるんだけど、日本は権力犯罪が誰も裁かれてない。だってあのそれはだから韓国と違って司法が独立してないから裁かれない。司法とそれから検察、警察が全部時の政権寄りだから。そう。だから伊藤詩織さんのようにさ、薬物を使って、強姦したと。こういう山口なんとかっていうさ、元の TBS のワシントン支局長が逮捕状出て、成田で逮捕寸前に中村なんとかっていうやつがさ電話かけてして取り消したと。そして裁判でも彼は刑事訴追されてないんですね。逮捕もされない、訴追もされない。で民事で、彼女は訴えたんだけど、逆提訴でさ1億5000万円かなんかの逆提訴されてるんですよ、山口に。そんな国よ。これは民主国家じゃないでしょ。無法国家でしょ。この間あれですよね、岩上康美さんが、ああそうそう、IWGA の岩上康美さんがリツイートしただけで、さんのそのリツイートしたんですよね。リツイートしただけでさ名誉毀損になった。そうそう、その後削除したんだけども、うん、33万円ですよ。あれ大阪地裁でしょ。33万円出したっけ。110万円じゃないかった。まあいい、それ損害賠償を、いやだからもう払うって話、ね、いやだからそれだけひどい国であるっていうことをほとんどの国民が自覚できないで、言われたまんまそうなんだっていう、戦前と同じですよ。いやだからそのバカな状態のまんまあの走ってる国であるということを、うんうん、ちゃんと自覚できる人たちを増やすしかないんですよ、うん、だそういう作業で僕らやってるんじゃないこれを。そうそう、だからそれをだからやってんだよ、こんな増やすしかないという現実が、わざわざ逆に土曜日、逆にね、我々が頑張っていくっていうことを、まあ、確認していくしかないっていうのはすごく大変なんですけど、でも、ちょっとあれですね、コメントを、はい、コメントちょっと、はい、私最近目がさあんまり良くないんですけど、見ましょうか。ショウさん、お茶爆店配信ありがとうございますと。からヘチさん、日立鉱山の話をよく存じております。日立鉱山っていうのはどこにあったんですかね。山口じゃない。そう、これぜひあれですね、ヘチさん、詳しく内容聞きたいですね。からパワートゥーザピープルさん、コンティニューコイン、2枚ですね。からヘチさん、パクチョンヒか、パクヒョンヒじゃなくてパクチョンヒです。チョンヒですね。から石森さん、山崎康俊根っこ勉強会ですと。アフターマッチさんがお茶と、石森さんコンティニューコイン配信ありがとうございます。から砂月院さんが、あいつもの通りですね、初めて、閲覧する方へということで、一行コメントは禁止ということで、ツイッター連携してくださいと。から砂月院さんが今日の根っこ勉強会のテーマですね、日韓関係をこれほど悪化させたのは誰なのかと思う、安倍晋三ですよ。それでヘチさん拍手、今晩はいいテーマですね。それからユウ拍手、こんにちはと。ユウなんだこれ、読めます？
すみません、ちょっと今、声を出してるので。あ、ゆうりゅう？ゆうりゅうさん？ゆうりゅうさんですね。そうですね。ということで、今のところコメント7ですね。あ、だからこの日韓関係のその悪化っていうものは、これはね、隣人なので、もういろいろな問題がしょっちゅう起こるわけですよね。そのことで、まあ、じゃあどうやって仲良くやっていくのかっていうところなんですけども、まあ、私はだからナショナリズムっていうのは簡単にこう盛り上げられてね、その敵と味方みたいな感じで煽られて、こう対立として、オリンピックなんか、まあ、オリンピックはまだいいんですよ、あれ国民感情だから。ギリ、逆にオリンピックってのはなんでできたのか、ギリ、古代ギリシャで。いや、それはそれはあのあれですよね、そのポリス同士がこう争いを回避するために、仲良くするために、逆にオリンピックってなったんでしょ。それはもうロシアイドのさ、いや、だからそれはあのいいんです、オリンピックそのものはいいんです、全然。それは世界平和のためにとか、常にファシストに利用されたんですよ。だからナチスもファシストに利用されてないオリンピックもたくさんあるわ。1932年のオリンピックはもうナチス冷戦のさ、それはだからナチスが利用したわけであって、その他のオリンピックはもうずっとやってるわけだから、それらが全てナショナリズム、年間4兆円も金かあの税金使ってさ、やる必要ないんですよ。それはだからどう利用するかっていうところになる。4兆円ですよ。いい形で、本来の趣旨としては、あれは世界の人たちが集ってね、だからそれはあの、その本来の趣旨自体を操ってる人が、なんとか男爵がさ、現状オリンピックそのまま悪くないですよ。いやいや、オリンピック自体が政治的な産物です。日本の今回のオリンピック誘致に関連しては、東京オリンピック誘致に関連しては、もう最初から、最悪利用されちゃうのはまずいですよ。利用するためにでっち上げたんですよ。どういうの、なんでね、それじゃあ聞きますけど、国別になっちゃうのと。例えば今ラグビーやってんじゃない、はい、ラグビー あのワールドカップ国別になってるんだよ。そうです。なんでチーム別じゃないのと。いや、それはだから、そのチーム別の場合もあるじゃないですか。いや、だから本来だとチーム別だったらナショナリズムは関係ないんですよ。ラグビーの世界一、何とかチーム、どう分別するか、そのチームで世界中の優秀な選手がチームごとに集まってさ、やればいいわけでしょ。なんで国にばらけんのと。しかも国の、そういうチーム同士の戦いもありますよ、当然。まあ、ただ国別でね、必ず国別は必ずじゃないですか。金メダル何個取ったかというのがすごいですよ。すごいあれになってしまって、で金メダルから外れてメダルから外れただけでもう普通の人なんですよ。メダル取るか取らないかっていうところにね、すっごい集中してるってことも、ものすごい問題だと思います。国家というものは現実にあってね、民族というものは現実にあって、それで世界を動いているのは事実なんですから、あのそれは、まあ、現実としてこれは当然認め、当たり前ですよ、認めるわけですよ。で、じゃあどうやってその様々な問題、そういったナショナリズムを含めて、そのぶつかり合いとかを解決していくのか、まあ、あと過去のわだかまりですよね。どちらが侵略者、どちらかが支配者、被害者になったとか、そういうのは世界中であって、日本も韓国も中国もあるわけですけども、じゃあどうすればそれを解決できるかというと、だからこれダイヤモンド博士っていう人がね、こういう文化人類学者の人が言ったのは、これはあのその人どこの国の人ですか。いや、アメリカの人ですけども、はい、その人が文化人類学者でね、まあ、パプアニューギニアとかそういったその原始社会を調べた、うん、でその人はその原始社会というのは面と向かって槍で殺し合いをするんだと、ね、隣の集団と、お互い殺し合うわけですよ、面と向かって。でもあの常に隣人として存在しているわけです。じゃあその人たちがね、法がない世界においてどうやって仲良くしていくのかというと、善悪にこだわるんじゃなくて、あの感情を収める、お互いにその感情を収めることをお互いにやって、隣人として仲良くしていく仕組みを作ってるんだっていうわけです、うん、だから感情を収め、善悪にこだわるんじゃなくて感情を収めることに意識を集中するっていうことが仲良くする秘訣ですよっていうふうに言うわけですね。だからそれはやはり日韓関係でも同じで、確かに日本にもいろいろ言い分はあるかもしれない、保守派の人たちが言ってるように。で一方でまあ韓国の側の言い分もあるでしょ。だから日本が完全悪、韓国があの完全善とかそういう話じゃないんだけども、あのとりあえず日韓はもう隣人なんで仲良くやっていかなきゃいけない。じゃあどうやってやっていけばいいのかというと、やっぱり日本は謝罪するべきなんですよ。そうだよ、謝罪するということは別にあの
相手を思いやるっていうことにおいて謝罪するってことだ。いやだからそれは日本が、ね、実際日本はひどいことをしたことも事実だし支配したのも事実なんだから、そのことに関してはやっぱ謝罪し賠償すべきなんですよ。まあその賠償するべきことは賠償するべき。そう、うん、あのそれでね、賠償しないで、うん、するべきじゃないことだと思います。日韓の関係から言えば、いわゆる一般市民のレベルはね、安倍が一生懸命煽ってるような反感一緒じゃないんですよ。実際問題、今韓国に旅行する日本人の数っていうのはすごい増えてるんですね。特にウォン安ですからすごい増えてるんです。来月行きます。あ、本当に？どこに？10月に行ってます。ソウルにして、うん、それで逆に韓国からの訪日客がもう激減して、48マイナス対前年比48%だから半分数以下になってね。それでチャーター便とかがどんどんキャンセルして路線自体がなくなっちゃってると。その直接の被害を受けてるのが対馬の観光業であったり、九州、うん、九州は多いですからね。九州の別府で観光客、韓国からの観光客がもナンバーワンだったんですよ。それがほとんどゼロになっちゃったということに対して、それじゃあどうすればいいかといったら、安倍をさ打倒するんですよ、安倍政権を。そして韓国に対して謝罪して賠償して、そして仲良く共存できるような政権を僕ら自身が作ると。そういうことしかないんですよ。それをね、なんか自然現象みたいにしてさ、日韓関係がきしむっていうふうに書くわけね、毎日新聞の中。きしませてるのは誰かってさ、常にそうなんですよ。仕掛けてる権力犯罪者を特定しないで、なんか自然現象みたいにしてね、日本のマスコミはやるんだけど違うんですよね。このことに関しては全部日本のマスコミは、山田さん前言われたみたいに本当に責任がね主犯だっていう話をされたことあるけど、とにかく全部ダメだと思いますね。ほとんどダメだと思いますね。日立鉱山っていうのは茨みたいな。本当にひどいことをしてるんですよ、うん、それで戦後日本国民にしてた韓国朝鮮の人たちが国籍なくなっちゃったんですよ。だから帰るかそのままの滞在するか、滞在しても日本にいても本当にホルモン焼きっていうのはホルモンないかっていうのでホルモン焼きになったっていうのを聞いたことあるけれども、本当に厳しい生活をねさせられてた。日立鉱山っていうのは日立財閥ですから、鮎川です。これは田臥ですよ。田臥村出身の鮎川って、うん、日立コンセプト、うん、それで満州に連れてったんですよ、岸信介。鮎川義介か、うん、そうですよ、全部つながってんだよ。これ田臥です、うん、鮎川義介と、それから日産コンツェル、うん、この2つを満州の基幹産業にするために2つの財閥を連れてったんですよ、岸信介が、うん、ということですね、はい、ということで、一応まとめみたいな感じで各自にちょっと5分ぐらいで感想を言い合って終わりにしましょう、うん、はい。基本的なスタンスとしてね、うん、反日、逆にその反韓っていうふうに国家単位で考えるんですけれども、そこに生きて労働をし生活をしている民衆の側からどういうふうにその国家単位での対立のように見えるところを乗り越えていくようなきっかけというのは何があるのかということですね。ただ我々は安倍政権があまりにも植民地支配をした朝鮮に対するその謝罪と賠償っていうのを一切切り捨てようとしているっていうところに日韓関係の全部の責任があるというふうに私は思うので、まあそこから始めて民衆同士がどうやって連帯できるのか、で朝鮮半島で言えば北と南、民族の悲願である朝鮮だけど、一番直接的なのは朝鮮戦争を終戦にさせることができるかどうか、うん、これ
停戦協定を結んでるだけですからね。しかもアメリカは汚いことに国連軍という名前で実質がアメリカ、あの韓国に在韓米軍基地を置いてる、ね、GHQ だそうね、全部そうでしょ。国連の名 UN っていうね、総国者総合者が朝鮮半島にずっと いるわけです。今でも建前はそうなんですよ、うん、だって全部アメリカはそのものじゃないですか、うん、だからそういうことをね、ロシアは関係ないですかね、はっきりした方がいいと思うんですよね。だからサンフランシスコ工場との単独条約で、そこから日米安保があり、それからこの日韓のね、あの問題もそこと無縁ではないということ、うん、アメリカの世界戦略の中での日本と韓国の、うん、アメリカの世界戦略の中で位置づけようとする、うん、このアメリカのエスタブリッシュメントの世界戦略の一環だ、うん、やっぱりそれを打ち破る。でもその手先である安倍を倒すことによってそのきっかけが生まれてくるというふうに思うんで、そこからまず始めようじゃないかと。安倍だとです。それが私の 結論だ、はいはい、だ私もまあ 今日ずっと話出てましたけども、日本の支配者層の問題、そしてアメリカのその背後にいるアメリカの問題ですね。あとまあ韓国も当然アメリカにすごい影響を受けてるんで、そこで煽られたりすることもたくさんあるわけですよ、ね、日韓の対立を演出するために。だからそういうその米国の支配層、まあ、米国もまた管理されてるわけですけども、そして日本韓国の人たちをこうコントロールして対立を煽って、ある考えてる方向に誘導していくみたいな仕組みが今作られてしまってるんで、その全体像からですね、こう解決策っていうものを考えていかなきゃいけない。やっぱりそのマスコミっていうのが総動員されて利用されてしまうというのがあるんで、やっぱそこをマスコミに影響できるだけされない市民をたくさん作っていくっていうことが、やっぱりアメリカにしろ日本にしろ韓国にしろ必要なんだろうなというふうに思います。でそうするにはどうすればいいのかというと、まずしっかりした価値基準を持つ、目的を持つということだと思いますね。だからその目的があれば、与えられた情報にコントロールされにくくなる。そういうところで、じゃあその目的は何なんだっていうと、それは誰もが支配されない自由平等な社会を作るっていうところは基本になる。やっぱそこは民主主義の原理になるわけであって、まあ、そこに立脚して、支配者層によってコントロールされない、そして支配者層を打破していく社会を作っていく。これはまあアメリカの市民にしろ、日本の市民にしろ、韓国の市民にしろ、みんな共通している問題ということです。はい、以上です。私の、まあ、今日の感想ですけど、やはり先ほど言いましたように、韓国の市民運動というのは、まあ、世界に冠たるほど民主的な市民運動の層がですね、分厚いんですね、うん、おそらくまあ日本と比べたら50年進んでるんじゃないかと思うほど素晴らしい、市民運動を展開していると。でその結果、結局今のムンジェイン政権が誕生したんですから、僕から言わせればムンジェイン政権というのは、まあ、私が主張している市民革命政権に近いね政権が韓国で登場したのというふうに思うんですね。で、2つ目、まあ、2番目の市民革命政権が誕生したのがイタリアですね。イタリアが現在五つ星運動とそれから極右との連立を解消して、五つ星運動とそれから前に政権を取った民主党が連立を組んで、いわゆる本来の五つ星運動の政策を実行できる基盤ができたという意味で、私は韓国に続いてイタリアも市民革命政権に近い、ね、政権が誕生したんだろうというふうに思うんですね。ですからこの徴用工問題あるいは従軍慰安婦問題等々で現れた韓国と日本との亀裂っていうのは、それはもう安倍政権が意図的に嫌韓感情を煽って、いわゆる歴史修正主義を彼らはベースとして持ってますんで、ですから市民レベルで
韓国は反日運動じゃなくて反安倍運動をやって安倍政権を僕らと一緒に打倒すればこの問題はかなりの問題が解決するということなんですね。それで日本ではようやく山本太郎の令和新選組が登場して、まあ私から言わせれば市民革命政権の萌芽が、できたと。この間共産党と消費税を 5% にするっていうことで、ね、そうそうそう、政策協定を結びまして、この間ね、日本では非自民の政権交代が2度行われたんですけど、結局それは偽装政権交代でしかなくて、今回の3度目の正直っていうのは山本太郎の令和新選組とそれから共産党を主体にした、いわゆる 100% 純度 100% の前2回は小沢さんが絡んでましたよね。そうそうそう。で今回は小沢さんから離れた山本太郎さんが、だから純度 100% の、野党連立政権を作ると、我々が1日も早く安倍、自公ファシスト政権を打倒するということが日韓の連携、の道だろうというふうに思います、はい。ちょっと話が本筋から離れるかもしれませんけど、山本太郎さん その令和新選組が車椅子の非常に柔道 の普通にその方たちだけの立候補ではいくら少数派の人たちが一生懸命票を入れても当選する可能性のない2人が国会議員として実際に動き出したことによって、過去の障害者運動の当事者試験っていう考え方が今広まりつつあるということが一つ今あると思います。それで山本太郎氏自身が今議員ではなくなりましたので、次の衆議院選挙に向けて北海道から動き出しています。でその動きに対して、まあいつ衆議院選挙があるか、11月20日ぐらいのなんかちょっと話がちらっと流れたこともありますけれども、その次に起こってくる衆議院選挙で、まあ、政権交代に持ち込むような大きなうねりができるように、でゆでガエルの人間たちを少しでもまともなチャンスが来るように、そういうふうに、まあ、何かできることを考えながら生きて生活していきたいと今思っております。はい、はい。現時点での視聴者数、総数が108名かということですね。ということで、今日の第23回目の根っこ勉強会はこれで終わります。めっちゃ終わります。何かあります？見ておいてほしい韓国映画、さっきちらっと言ったんですけれども、あと1987ある戦いの真実、それから、タクシー運転手、そして共犯者たちとスパイネーション自白というメディアの人たちの戦いを描いた、この4本の映画と、まだあともう一つ見たので覚えてるのがあります。彼がその共犯者たちの映画を作った、彼がイミョンバク政権にから排除されて、それで失職して、それでニュースタパというね、支援者の寄付だけで、立ち上げた幹部なんです。で彼が結局今は MBC か、韓国の公営テレビの社長だったんですよ。社長で返り咲いた。すごいですよ。この人、監督ですか？監督。彼がニュースタパで映画を2本かな、共犯者たちと、それから何だっけ、もう一つ、さっき言ったスパイネーション、スパイネーションか、自白、いや、でっち上げ。文政権が今検察改革をやろうとしてますよね。で、その検察改革をやるその著さんがね、玉ねぎ男とか、まず日本で散々叩かれてる著さんが検察改革をやろうとしてて、やはり検察改革するのはその反対派を弾圧するのに検察が利用されてきたんだっていうことで検察改革をやろうとして、それで今親族がすごい逮捕されてるんだけども。そういった戦いをやっぱり日本の政治もやらなきゃダメなんですよ。そうなんですよ。もう司法改革を、ね、だから韓国は今検察に対して
切り込もうとしてるんじゃない、はい、それに猛烈な検察からの反撃があって、家族のスキャンダルを暴かれて、奥さんとか娘のスキャンダルを暴かれてるんですけど、その前にその徴用工問題の最高裁、韓国の最高裁判決に関してパク・クネ大統領が恥をかかせるような状態にするなっていうことを前韓国最高裁判事、裁判長に言ったんですよ。で裁判長は直轄の最高裁事務総局というのがあるんですよ、日本と同じように。そこが全部権力を握ってて、そこの事務総局長も2人逮捕されてるんですよ。最高裁判事と事務総局総長が逮捕されてるっていうところで、最高裁の改革、権力犯罪に対する追及が終わってるんですね。で今は検察だということで、それに対して最後の砦としての検察は猛烈な反撃に出てるということで、で半魚レ新聞の中でなかなかいい記事があったんですけど、韓国は常に検察っていうのが最高権力機関としてずっと生き残ってきたと。それは彼らが最初は新しい政権の全般はですね、全政権の国家権力、権力犯罪を徹底的に暴いて追及する政権寄りのあれをやるんだけど、後半になると逆に今の政権のスキャンダルを暴いて叩くと。だまさに今回そうなんです。それで常に権力の最高権力を維持してきたんだ、韓国の検察、まさにそうなんです。ということでよろしいでしょうか。はい、それじゃあそういうことで、どうもお疲れ様でした。視聴ありがとうございました。これで終わります。